おいおい、ジョーちゃん、大丈夫か？この辺は混んでんだから気をつけないと。そんなに慌てたら、あ、みにゃー、 ありがとうございます。あれ、あなたがどうしてここに？すみません、お恥ずかしいところを。兄ちゃん、この子の連れかい？見てて危なっかしいからちゃんとそばにいてあげなよ。早く荷物を。手伝っていただいてすみません。ありがとうございます。この格好ですか？実は神殿でアルバイトをしているんです。服は巫女の清掃ということでお借りしているんですよ。神殿のお使いが終わったので今から戻るところだったんですけど、また転んでしまって。いつもと違う格好のせいでしょうか？え？いつもそんな感じ？そんなことあるかもしれませんけど。そんなご迷惑をおかけするわけには。大丈夫です。これくらいの量なら私だけでも。よいしょー、夏になっても同じような失敗ばかりしちゃうなんて。来年こそドジを減らそうって決めてたのに。司祭様、ただいま戻りました。お疲れ様です、スズメ。おや、そちらの方は？救護院で一緒に暮らしている方です。その帰りに転んでしまったところを助けていただいて。スズメは相変わらずですね。まあ人でも足りていませんし、忙しいから仕方ありませんが、あの、突然こんなことをお願いするのもなんですが、もしよければ彼女のお仕事を手伝ってもらえませんか？え、大丈夫ですよ、司祭様。人手が足りなくても私は頑張りますから。人手が足りないのに無理をするのはよくありませんよ。それに知り合いの方がいる方がスズメも安心できるでしょう。ご一緒できた方が嬉しいですけど、でもご迷惑になってしまうんじゃ。仕事ができると嬉しいってことですもんね。変な意味はないですもんね。失礼しましたもんね。喋り方が変です。落ち着きなさい、スズメ。そんなに慌てたらまた失敗してしまいますよ。お仕事はスズメと一緒にやっていただければ大丈夫です。ではよろしくお願いしますね。次にやるお仕事は神殿周りの掃き掃除です。それじゃあ行きましょう。この辺りは綺麗になりましたね。そろそろ休憩時間ですし、少しお休みしましょう。あ、そういえば甘酒をもらってきたんですよ。これで体を温めてお仕事の続きも頑張りきゃー。全部こぼしちゃいました。ごめんなさい。せっかく持ってきたのに。ほほほ、今年も終わりなのにこんな調子だなんて。やっぱり私はダメダメなんでしょうか？来年からはドジを減らそうって決めてたんですけど、こんな調子じゃ全然できなそうです。おみくじで運試しですか？もし大凶が出たらって思うとちょっと。でもいい結果ならなんとかなるかもですよね。よし、新年の運勢確かめてみます。
おみくじ術さん、お願いします。どうかいい結果が出ますように。では行きます。おーって、ちょっバランスが、雪だるまに突っ込んじゃうなんて、やっぱり今年はダメってことなんでしょうか。あ、雪だるまのおかげで怪我をしなかったんですし、逆に運がいいってことなのでは。先に結果を教えてください。おみくじの運勢どうだったんですか。大吉。本当ですか。やったー、やりました。じゃあ新年になったらドジが少なくなって、きっといいこともたくさんあるんですね。安心したら急に寒く、すみません、引っ張ってもらえないでしょうか。よいしょっと。ありがとうございます。大吉が出るなんていい年になりそうです。何かいい暗示とか書いてあったり。仕事運、失敗多し、注意せよ。この掃き掃除からしましょうか。あなたは右、私は左側からきれいにしていきましょう。ふんな、ふんな、1、2、3、4。もう少しで終わるので待ってください。5、6、7、8。くじの結果通りにならないよう気をつけてるんです。失敗多し、注意せよって書かれてたじゃないですか。なので全神経を集中させてお仕事してみました。おみくじは目安みたいなものだから気にしなくていい。うーん、そうかもしれませんけど、でもドジを減らせるならいいことじゃないですか。なので今日のお仕事はこういう感じでやってみるつもりです。そんな、これ以上助けていただくのは申し訳ないですから、お気持ちだけ受け取っておきますね。すみません、甘酒もらえますか。はい、すぐお渡ししますね。どうしたんですか？なんかの呼吸法ですか？甘酒をこぼさないよう気を高めているんです。すげえ、これが巫女さんの本気か。スズメちゃん、悪いんだけどそっちの荷物運んでもらっていい？ズン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 。どうしたの？なんで大声出しながら運んでるの？一歩踏み出すたびに声を出すことで仕事に集中できるんです。そんなコツがあるなんて、神殿の仕事って奥深いわ。
集中するのでちょっと疲れちゃいますけど、でも大丈夫です。この調子で頑張ります。すずめお姉ちゃん、まあ救護員の子ですね。よし、ドジじゃないところを見せちゃいますよ。すずめお姉ちゃん、みんなでお参りに来たよ。今日は私が連れてきたの。えらいですね。それじゃあ頑張ったご褒美に甘酒をあげますね。かはーかはー。何やってるの、すずめお姉ちゃん。変な動き。これは変な動きではなく、集中しているだけなんです。そうなの？でもいつものすずめお姉ちゃんの方がもっと楽しそうにお仕事してるのにな。ま、そうですか。でもいつもはドジばっかりですし、失敗しないようにしないと。私もこの方の言う通りだと思いますよ。神様はそうすべきだと命令しているのではありませんから。司祭様、よくわかんないけど、私はすずめお姉ちゃんがニコニコお仕事してる方が好き。さっきみたいにムーってしてるのなんか違うもん。私、失敗しないことばかり考えてちゃんとお仕事できていなかったかもしれません。これからはいつもみたいな感じでお仕事をします。おみくじの結果はあくまで心がけですもんね。ありがとうございます。どういたしまして。そうだ、お礼に甘酒のおかわりを持ってきます。ちょっと待っててくださいね。今すぐが。まさか甘酒の瓶に引っかかって大なだれを起こすとは。すずめお姉ちゃんすっごい。こっちの方が面白い。ごめんなさい、すぐに片付けます。アニ、俺たちはもうダメなのかな。怖いよ、ダーリン。あれ、あの人たちどうしたんでしょう。すごく落ち込んでるみたいですけど。そうですね、私たちで力になれることがあるかもしれません。すみません、何か困ったことでもあったんですか？実は俺たち、さっきおみくじを引いたんです。一緒に今後の運勢を確かめてみようって。そしたら私たち恋愛運が最悪だったんです。二人揃って最悪なんてどんな確率だって話ですよ。付き合って3年、ゴール位まで見えてきたのに、こんな形で俺たちの関係が終わってしまうなんて。おみくじの結果でこんなに動揺するなんて。私もこんな感じになってたんでしょうか。ですね、あんまり気にしなくていいと思いますよ。おみくじは心がけと言いますか、目安みたいなものですから。私もおみくじを意識しすぎちゃって空回りしちゃったことがありましたし。そう言われても。あ、そうだ、巫女さん、私たちの縁結びをしてください。どうしてそうなるんですか。なんていうか、ほら、おみくじの結果が悪かったとしても、巫女さんのパワーがあればなんとかなりそうな気がします。確かに、神殿だし縁結びの儀式とかありますよね。
俺たちのラブジュッチュな未来のためにお願いします。その私でいいんですか？縁結びなら司祭様にお願いした方が。いや、ここで出会ったのも何かの縁だと思うので巫女さんにやってほしいです。ダメですか？わかりました。どこまでできるかはわかりませんが、お二人のために頑張らせていただきます。ありがとうございます。縁結びについて司祭様に確認をしてくるので、しばらくこちらで待っててくださいね。縁結びの儀式してないんですか？ええ、縁結びのお守りならありますが、この神殿で行っている儀式は厄除けや健康祈願なので申し訳ないです。お守りがあったのでてっきりやっているのかと。よく確認もせず私はなんてことを。お二人には縁結びをしてないって伝えるしかないですよね。でもまた落ち込んでしまうんじゃ。私なりに。でも勝手にやっちゃってもいいんでしょうか？人のために何かしてあげたいという気持ちがあればきっと縁を結ぶ効果があると思いますよ。神殿としての正式な儀式はできませんが、事情を正直に話した上でするのなら問題ないかと。わかりました。あなたにも手伝ってもらっていいですか？どんな縁結びをすればいいか一緒に考えてください。お待たせしてすみません。まずお二人にお伝えしなければならないんですが、ごめんなさい、この神殿では縁結びの儀式はやっていないんです。じゃあ私たちの恋愛運は最悪のまま？もうダメだ、おしまいだ。その代わりと言ってはなんですが、私が知っている縁結びのおまじないをしちゃいます。いきますよ。好き好きときめきラブラブ、メロメロメロリンポッペケブー、はっはっ。これで縁結びは終わりです。いかがだったでしょうか？もしかしてがっかりさせてしまったんじゃ。なあハニー、なんか恋愛運上がった気がしないか？わかる、巫女さんと彼氏さんの仲良しパワーっていうかラブラブパワーを分けてもらえた気がする。ラブラブ、そんな、私たちはこうそういう仲ではないと言いますか。そんなに照れなくても大丈夫ですよ。今日は本当にありがとうございました。それじゃ。いきなりラブラブって言われてびっくりしちゃいました。でもお二人に喜んでもらえてよかったです。そういえば私が引いたおみくじ、誰かと一緒に行動すると吉って書かれていたんですよ。あなたと一緒にお仕事ができたおかげでご利益があったのかもしれませんね。今年もいろんなことであなたに助けてもらうかもしれませんが、これからもよろしくお願いします。改めてこういうお話をするとなんだか変な感じですね。そろそろお仕事の続きに戻りみょう。はたーうけません。いきなりですけど助
助けてもらえないでしょうか。すみません、今から着替えてくるので少しこちらで待っててください。日も暮れてきましたし、早めに救護院へ。で、あれ、急に明るい光が。明けましておめでとう。いきなり呼び出して悪いわね。実はあんたに手伝ってほしいことがあるのよ。今日は佐々木家の親族の皆さんが集まって正月行事をするんです。ですけど、いろんなことをするので人手が足りなくて。それで餅つきを手伝ってくれる人を探してたの。申し訳ないんだけど、やってもらえないかしら。そう言ってもらえると助かるわ。ありがとう。餅つきはスズメと一緒にやってもらうからよろしくね。私がキネでお餅をペッタンペッタンとしますので、あなたはお餅の合いの手をお願いします。ねえスズメ、やってみたらって言ったのは私だけど、キネつきはこいつにやってもらった方がいいんじゃない？いえ大丈夫です。お嬢様から任された餅つきのお仕事、頑張ります。そう、さっきふらついてたから心配なんだけど。サレンお嬢様、少々よろしいでしょうか。はい、今行くわ。それじゃあスズメのことをよろしくね。また後で。では二人で練習してみましょう。私も思いっきりキネを突き終わったたたたたすみません、大きく振りかぶったらバランスが。お気持ちは嬉しいですが、やらせてほしいんです。お掃除以外でもサレお嬢様の役に立ちたいんです。そのドジをしちゃうかもしれませんけど、あなたが一緒なら大丈夫な気がします。本番まで時間がありますし、それまでにはなんとか。次は皆さんの目の前でついたばかりのお餅を召し上がっていただきましょう。ではお願いします。結局練習では失敗ばかりでしたけど、本番は頑張って盛り上げてみせます。いきますよ、せーの、ペッ。キネについた餅があんなに伸びるの初めて見たよ。あんなにコシの強いお餅だったらきっと美味しくいただけるんでしょうね。楽しみだわ。ありがとうございます。スズメのドジってこういうミラクルを起こすのよね。ほんと不思議な子だわ。今日は二人のおかげですっごく盛り上がったわ。美味しいお餅だったし大成功ね。ひっくり返っちゃった時はどうなるかと思いましたが、でも皆さんに楽しんでいただけてよかったです。あんな風に思いっきりやれたのはあなたがいてくれたおかげかもしれません。実は今日来てもらった理由は餅つきだけじゃなくてね、
スズメがあんたに会いたそうにしてたから呼んでみたのよ。は？お嬢様、私そんな顔してましたか？でも会いたそうにしてたのはお嬢様もじゃないですか。電話をするときそわそわしてましたよね。そこまで緊張してなかったわよ。もう。言い訳してもしょうがないわね。そうよそうよ、私たちあんたに会いたいなって思ってたから呼んだの。新年をあなたやお嬢様と一緒に過ごせたらきっと楽しいだろうなって思っていたんです。だからお正月を3人で過ごせて本当に楽しかったです。なんでしょう、改まって言うとちょっと照れますね。照れなくたっていいわよ、私だって同じ気持ちだもの。3人で楽しめるお正月になって嬉しいわ。そうだ、せっかくだからお正月の記念ってことで写真撮影でもしない？いいですね。では私が撮るので、サレお嬢様とお二人で。何言ってるの、まず餅つき役の二人を撮ってからでしょ。新年を盛り上げてくれた主役からじゃなきゃね。あ、餅つきってわかるように臼の前で撮りましょう。スズメはキネを持って、ポーズは。こんな感じでしょうか。本番の時はそんなぎこちない表情じゃなかったでしょ。ほら、もっと笑って笑って。写真で意識するとつい。では、ニコ。そうそう、いい感じよ。それじゃあ撮るわよ。はい、チーズ。ふん、餅つきコンビのいい記念になったわね。じゃあ次は3人で。はい、お疲れ。どうだった？あんたの記憶をもとに作った夢の心地は？あんたとスズメってあっちでも一緒にいろんなことしてたのね。あんたたちの相性結構いいのかもしれないわ。スズメがあんたのことをどう思ってるかまではわからないけど、慕って頼りにしてくれているのは間違いないわね。だからちゃんとあの子の信頼に応えてあげなさいよ。ま、あんたなら自然にやれるんだろうけど。私たち寝てたんですか？それに不思議な夢を。夢の中でも楽しいお正月を過ごしてるなんて、これも何かの暗示なんでしょうか？あ、そうだ、救護院に戻ったら子供たちにお餅を作ってあげませんか？夢の中に出てきたくらいですから、きっとおめでたいです。二人でいっぱい作ってお嬢様もびっくりさせちゃいましょう。じゃあ帰りにお餅の材料を買っていきましょう。味付けも砂糖醤油、きな粉、海苔、いっぱい用意しなきゃです。夢の時みたいに二人でお餅をついて子供たちに喜んでもらいましょうね。